和骨です。アトラス。PJ ジバンジアトラスルネサンスボイジャー112役目。スズナさん、サンチさんいらっしゃい。和骨アトラスです。ロアデさんいらっしゃい。和骨です。トウヤさんいらっしゃい。和骨です。三年恵みドンパチ先生さんいらっしゃい。和骨です。十万五歳です。和骨です。青ビルデータ。アガト大門さんいらっしゃい。和骨、アディダスのスニーカーが。十個目さんいらっしゃい。アディダスのスニーカーはね、この頃ないと思う。和骨。十一個目さんいらっしゃい。ヤークヤックにマルコの十字が OK。 ヤークヤックなんかセントマルコの十字がなんか見つけてなかったっけ。似たような宝物が結構あるからね。ヤークヤックどこなんだい。原始民和子生徳和子さんいらっしゃい。三年恵みドンパチ先生さんありがとうです。ここだ和子。十四個目さんいらっしゃい。このとこにシャットさん和子です。はい、十五個目さんいらっしゃい。パチパチパチありがとうございます。セントマルコが用いた十字架発見。今こっち伸びてんだよね、結構ね。ここにちょっと調整しよう。あ、逃げた。このビンゴ。あら、ビンゴ。森さんが一番されて。あ、そうか、全然。早けんされて。何？うわー。クジラが早いゲームされてる。わお。そろそろなんか一周しそうな。あら、遠出を嫌う帝国もいるだよ。帝国なのにレタギルモア。あー、いってみよう。はい、はい、はい。からチェンジしましょう。ここは貿易頃あったとこで、ね、あるね。グレゴロンド石ごとが貿易。グレゴロンドね。グレゴロンド。グレゴロンド。モスコさん、ゲストさん、おじさんがレグです。早いね。仕事お、やや高いよね。グレゴロンド。ここちょっと
下りで行こう。はい、はい、穴開けるなよ。よし。お、なんかあった。頑固性打ち、長い牙を持ちではない。知能が低く、職業を勝ち組に適している。ないない、だからないない。その書はね、あの偽物、猫じゃらしだね。えらいわな。確定してないから分かんない、ね、よし、ツーナーさんありがとうございます。お、なんか感じが近いね。でもサバロフエント、貿易品がどう、もういいね。はい、みんなすっきりします。どうといい仕事いけるんじゃないか。はい、サバロフエントに行ってらっしゃい。サバロフエント、もう一個間違える。ふさふさの毛皮。あ、これいいね。いや、あ、いいんじゃない。これ銅で、銅でいけそう。ちょっとセーブして。どうしましょう。どうしましょう。ここはもう貿易しましょうよ。安定のガラベルレドンダを買います。セクトして貿易、さらに貿易を繰り返しますよ。フエント、とりあえず試してみます。近いからもう出るだろう。サバロフエント、おお、素晴らしい、素晴らしいですね。これはスバラです、スバラです。オッケーオッケー、あれです。じゃあ早速戻して、パチパチパチ、あれです。こ
これはスバラです。スバラです。これは第二のエースキー、エース、ね、エース、エースコールになるね、これはね。なんか、もう読みエラーが出てる。スバラです。喜びのあまり外国人になっちゃった。スバラで、うん、はい。アトラス力はアトラスほど今回はヨーソロさんに道路が見つかって助かりますね。そうですね。もう儲け大体まあ、 価値が高いの同士でやるとねいいですね。まあそれが近くないとダメですけどね。ヨシベさんにして、ちょっと待って、あそこ待てないんやね。でも待ってるかな、大丈夫か。あら、ここはちょっと、なんか嫌だ、嫌だね。よし。なんかあそこに岩がある。馬面亀、甲羅を持つ爬虫類、穴を掘るのがうまく、変わった形の石を収集する。石を収集する亀。宝物ないのかね。宝は、ないね。ないですか。石板がないですか。ここら辺石板ないんですか。何嵐、あ、嵐。あ、嵐。ん、これ以上探索を続けると恐ろしいことが起こるやろ。また海賊に襲われる。猿が叩いている。話が多いな。お、なあ、回れるかと思ったらなんかまた回れないね。はい。お、丸い発見。この世界は丸かったようだ。以前見たことのある場所に出た。よくぞこの世界が丸いことを証明した。そなたの名は末永く後世の歴史にとどまるであろうね。世界が丸い。そなたの偉業に対し特別に金貨20万枚を授ける。あっぱれじゃ。やった、100万円突破。よし、丸証明。これでもう王様のお金はないね。完全にね、完全にないですよ。まあ、というわけでここに召喚を移した方がいい。最後通告。最後の最後、ここだね。ヤークタニアに。いってらっしゃい。国王様、あなたへ投資は無駄だったと言われたこと忘れません。ああそう。あとは石は見つけるだけだね。ってことは地球が
丸い。あとは丸を証明したね。あと石板を証明するだけだね。石板見つけるだけ。石板をだ。また伝染病、伝染病被害額ちょっとでかす。貿易は重要だよ。重要でした。前回の時間で今回重要でしたか。はい、良いよ。こんなでどこの船浮き納とかいいじゃん。まあ金食ったな。はい、どこの船失っただと。3隻失ってるやん。お、ギャラック映画だっていうのが出てる。ガレオン A、 ガレオン A っていうのが出てるね。繊維3年、積載耐久度160、潜水114、耐久度120、積載度160。ガレオン114160。ガリバーはガレオンかな。じゃあガレオン6000買おうか。あ、その前に売らないとね。どうしとこう。専属も遅くなかったですよね。専属が遅かったらちょっとまずいけど、ガレオンね。専属がガリアスと変わんないからいいや、うん、で積載量多いからね。繊維も多いし、ギャラックは戦作遅いもんね。積載量多いけど、こっちの方が貿易で、こっちがあるかな。先にこれを売ろう。ガレアスを売って、新しいガレオンを買おう。ちょっと高いけどね。ここはちょっと待てないね。これまで埋めてくれたらいいかな。だいたいアメリカ大陸穴が開くんだけどね。穴開かないようにしないと。52個目だね。うん、嵐。
あー、ポサナビアがノーガリバー違うポサナビア、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 ちょっと配信しないと。ポサナビア、あれ、ポサナビア、ポササルダンじゃなくて、どこだっけ、ポササルダンじゃないね、ポサナビアってなったの、あ、アゼルタニアとポサナビア、アゼルタニア、あ、ふさふさの毛がね、アゼルタニア、天の毛皮じゃない、いいじゃない、天の毛皮と手長ライオン、大型のヨドバシ獣、毛皮に模様を持つ、昆虫などを食料にしており、おびただしい量の糞尿を撒き散らす、うわ、糞だね、ザ・ベスト、オッケー、ザ・ベスト、天の毛、お、何、ゴーレムがこんなとこに石でできなきゃね、まあ、糞の量をね、撒き散らす、どのくらいの量なのか、ばっかりだね、木登り虎、大型の四つ足獣、鋭い牙を持つ、人里付近に好んで住み、戦闘になると死ぬまで戦う、戦え、死ぬまで戦え、うん、石板がないね、石板早く、もう見つけたい、アメリカ大陸完全になるまで、これがラッコちゃん、ブッシュムジナ、イタチの仲間、ブッシュムジナか、川の中なのに巣を作る、足が速くて臆病で、ここなんだっけ、お、虎川、虎川もう利きなんだっけ、虎川どうだった、貿易品が量あるのか、帰ってきたらちょっと虎川とあれで天の毛川でね、川と川でやらせよう、うん、あー、メデューサが来た、ちょっと高い船を、高い船やめて、うん、まあいいでしょう、高い船壊すのやめてよ、あ、ちょっとセーブしてみようか、ここ2つあるけど、ここ何、あ、ここにも天の毛が、点々はダメだろうね。朝、
あ、差は低い。天の毛皮はいいのに。ゴマフカモ。水鳥、耳を自由に動かすことができ、川を狙う住民に捕獲されている。あらら。その割にはあれだね。水ドラゴン、爬虫類の総称。めったに目にすることはできず、おとなしいが暴れ出すと、どうも出る。霊剣同士じゃないけど。朝、ゴマフカモから、あれ、ゴマフカモの川でやらない。ここにもある。街いっぱいあるぞ。お、入港入港とここで、入港と毛皮でやるかね。入港と近いけど、近いからすぐ。入港で行こう、入港で。入港久しぶり。入港、トモさんね。入港で行こうよ。ここに来てます。マイユデールで。マイユデールに行ってらっしゃい。あ、でもここの量かなり量があるね。トラゴは結構量があるね。トラゴは量があるね。入港の量は書いてないな。まあ、切れたら強いってことですよね。まあまあ、ここ今しようかな。何でいいかな。とりあえずここで。ギャラックをやって、あ、セーブしたっけ今。おとなしい子が切れたら加減知らずに暴れるのと同じですな。あ、セーブしたかな、どうかな。そんな感じでしょうね。セーブしたかな。ないような気がするね。まあいいか、ちょっと見てみようか。どこだっけ。ヤークタニア。ん？ヤークタニアブリデザインとか。ん？まだ出てない。おお、素晴らしい素晴らしい素晴らです。いいですね。オッケーオッケー。じゃあマイユデールに行ってらっしゃい。入港はまたどっかに行くの。あら、一石を拾ってんじゃん。まあいいや、あっち行こう。いらっしゃい。よし、ここら辺いっぱい確定したから、ここら辺出てくれると嬉しいんだが。石板来い。石板ないかな。石板、石板はないの。はい、ご視聴ありがとうございました。PC エンジンバンチ、アトラス、ルネッサンス、ボイジャーは、金曜以外、毎日やってます。また明日。オツでした。オツでした。オツでした。この後は、レッスルエンジェルス。オツでした。オツでした。オツでした。今日は、丸いことをね、証明しました。オツでした。オツでした。待ってます。